始まったよ。おい、こんばんは。こんばんそしきとケントです。です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私はアンダー16のナショナルチームの合宿を終えて、先ほど帰ってきたところです。お疲れ様です。これです。まあ。まあ、この前の深夜配信お疲れ様でした。お疲れした。いや、気合だったわ。結構気合だった。顔が、なんか本当今まで見たことないぐらい死んでたもんな。やっぱ合宿疲れるからね。やっぱり。ぶっ倒れてる倒れた中で、本当によね。よくタイムきましたね。まあ、2セット目ちょっとね、ちょっと。耐えてたのかというとね、厳しい厳たのしい。かというとね、あれになるけど、全然、耐えてはいなかったでしょうね。いなかった。あれは。耐えてなかったと言って耐え差てしい支るえにカウントできなかった。ない。耐えてないに、1票。耐えて何言ってよ。皆さんこんばんは。プーさん、アップルパイさん、Q さん、こんばんは。ありがとうございます。で、ね、でも、最後もね、追い上げ、4セット目追い上げたけどね、惜しかったね、あれはね、本当に。そうだな。でも、結果として、とっちゃんが見たかったカードが実現してしまうことになったね。酸 欠でね。いや、酸欠で。酸欠で俺結構厳か。しいと思うよ。いや、厳しい。かなり厳しいんだろうな。ピアツェンツァーは厳しい。まあね、レギュラーシーズンの戦績もそんなに良くないし、ミラノは。つか負けて、一勝もしてないか。2戦2敗だから。一勝もしてないし。まあなんだかんだなんかね、因縁のある相手なんだよな。ピアツェンツァー。ちょっときついな。ね、昨シーズンも、まあ、昨シーズンあれだね、でも、ピアツェンツァもミラノも両方とも5位決定戦回って、で、ミラノは最後、ピアツェンツァに負けて終わって、で、ピアツェンツァね、5位、そのまま5位に上がって、チェルカップ行ったもんね。そうなんや。そういう因縁の相手でもあるんですよね。厳しめですな。厳しめです。かなり厳しいです。いや、でも本当に、そうね、小野さんが言ってるように、エバディプールの怪我がどのぐらいなのかなっていうのは、ね、本当に。発表ないよね。どうなんだろう。まあ、ベンチにはでもいたっていうことは、まあ、そこまでやばいわけじゃないのかなとかは思ったりもするんだけど。で、俺も思ってる。ベンチに入れるってことはそうだったでしょ。だよね。本当にやばかったらもう、ベンチ入れないもんね。よっぽどなんか精神的支柱でもう何もできなくてもいいからって言って、っていう選手は言ったりはするけど、そうじゃなくない？エバティプールは。正直。やけんな、どうなんやろうな。まあ、次の日曜日の第1試合はまだ難しいかもしれんけども、まあ、その後に第2試合からでも、できるようになれば、だいぶまた違ってくると思うね。そうやな。まあ、なかなかピアツェンツァも同じように、まあ、準々決勝、準決勝とフルで5試合ずつ戦って、で、かつ、まあ、控えはいるにしても、ほぼほぼ、多分、スタメンでずっとやってきてるから、メンバー変えずに、やってきてるから、だから、まあ、同じようというか、同じようというか、疲労度は多分、どっちもすごい高いと思う。そうね。いいねボタンを押しましょう。ありがとうございます。いや、まあでも、全体を振り返ってでも、あの試合はどう見、満身創痍の状態だったけども、
ケントがね、ケントが面白いような状態だけど、どう見た？いやーまあ、なんだろうな、細かいところとか言い出したらきりないけど、うん、石川のパフォーマンスは良かったと思う。うんうん。なんだろうな。単純にサーブで殴れてたのが、チビタノーバの方で。うん、うん。あのね、なんて言うんだろう。パトリーが。パトリーが。振るわんかったな、結構きついな。うん、うん。取れたセットはさ、序盤にパトリー使えて、ロセル使えてっていう、まあ、ポロの持っていきたいところだったじゃんね。うんうんうん。で、まあ、正直、やっぱ崩れたときに、序盤のうちにパトリーが、うん、そのアウトオブシステムでパトリーが決めるっていうのが数本出ないと、まあ、オポだし、うんうん、ポジション役割的にそこがないと厳しいなって思うのよ、その構造上。うん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 。で、まあ、サーブ、やっぱり、あの日はルーベ良かったから。良かったね。だから、それを、まあ、まずアウトサイド持ちこたえるのが仕事になってくるところで、うんうん、慣れても決まらないっていうメンタリティになると、やっぱ、どん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 、メンタリティの優位性が向こうに移っていくから、うんうん、そこで仕事できなかったのがきついよな。やっぱ、その、サーブレシーブがある程度、安定じゃないけど、ミラノのインシステムで持ってきてたのが、ここ数日の、ここ数週間のミラノの躍進の要因だったと思うから。うん、うん。それが、こう、ちょっと押され気味になった時の、オポジットとしての役割をパトリーが果たせてなかったところが、一番大きなところかなって俺は思う。そうね。うん、そう、サーブ、サーブレシーブっていうよりも、そうなっちゃった時のパトリーの力がなかった。うんうんうん、確かに。これがこう目立たなかった3セット目は取れたけど。うんうん。かな。いや、その、あれなんですよ、アップルパイさん。ポルロのセットが割れてたって、最初僕も思ったんですけど、パトリーが入りすぎてたと思うんですよ、僕は。打つ時の体勢がやたら後傾してたんで、なんか、もしかしたらボディバランス崩れて、体の体調、もしかしたら良くない可能性があるなって思って見てました。うん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 。うん、まあ確かにボンロのセットはなんかいつもほどの、うん、でもそんな僕の印象としてはめちゃめちゃ割れてるっていうあれではないんですよね。そうだね。もう自分もやっぱりそのセットっていうよりもあのパトリー自体が突っ込んでた、かぶり気味になっちゃってたのかなって。おかしかったな。ジャンプした時点で、うん、もうそもそも後傾した状態で飛び上がってたから、うん、で後ろに倒れるシーンが多かったやん。うんうんうん、あえて言うならパトリーかな、敗因は。うん。あの4セット目の、ね、まあ、2人からタワーが変えたあのシーン。あの本当はそこはまあ、ね、まあ、ピアノとポロを、ピアノがちょっとアウトになっちゃったシーンあったと思うんだけど、あれは、なんだろうね、どう、なんでああなっちゃったのかな、と思う。いやわかんねえけどさ、あれはちょっとまあわからんけど、迷いあったのかな、多少。迷い、そのもらって決めた方がいいのかとかさ、やっぱピアノは攻撃力ないやん、マジで。でも結構あそこまで、でも、結構あの日良かったよね、ピアノ。決定率。あの日組めた。うん。まあ、一本ブロックされてたけど、それ以外決まってたから、なんかそ、あのミスのまでは決定率 70% ぐらいあったんだよね。そういうとこなんだろうな、でも。そういうとこ。でも要はさ、データで言うと、俺らがそうやってリーグで戦う場合、そのピアノが 70% 決めても勝てるわけじゃん。むしろ、ピアノが決定0本なのに、ミラノに負けたりするわけやん。ああ、そうだね。ってなったときに、ミラノ、ピアノは関係ないなっていうので、まあ、リードブロックとかいろいろ戦術はあるけど、まあ、戦術的につかなくなるよね。そいつを気にしててもしょうがないっていう。ああ、ああ、ああ。泳がしとけってなるから、まあ、それで決まった部分も俺結構あるのかなと思ってるから。だってマジでブロックついてなかったもん。そうだね。最後の、まあ、ピアノミスったときも一番も取れなかったね。
相手確かブロッカー、一枚も飛んでなかった。もう潔く無視してたもん。要はレフトしか止めるのと、パトリーに仕事させないってやれば、うんうんうん。だから。うんうん。まあ、ミラノ対策をしっかりやったっていう、あれじゃない。そこの、なんだけど、でもダイレクトのところはちょっとわからん。ピアノが、あれ、アウトにしたのは、わからん。うんうん、あれはな、全視聴者、全ミラノ推しの視聴者がひっくり返ったやろな。ひっくり返ったね。だって、フリーボールで 大チャンスだったもんね。4枚攻撃。ああ、ほんとだよ。うん。ほんとだよ。そうで、なんか、あれはただ、なんかその、ピアノがポルロにタッチの手伸ばしてたけど、なんか、全然、ポルロがタッチ返してくれなかったシーンがちょっと切なかった。お前、お前って思ってるだろ。まあ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 。いや、でもね、チンタの方が良かったもん。しゃあないよ。なんか良かった。はい、しゃあない。で最後もやっぱりね、あそこで、ね、最後あの、ニコロフのサービスエースで決めたけども、あそこはやっぱ、あんなサーブを打てるのも含めて、やっぱ良かったよ、ニック。まあ、実力ですね。うんうん。スリーオポが火を吹いたよ。スリーオポが火を吹いたね。うん。いや、ピアノはな、ブロックで頑張ってくれてた分あんだけどな。うん。まあ、でも、ちょっと。まあ、うまくデータを取られたというか、データ通りにやられたな。うんうんうん。確かになんか、その、そうだな、多分第4戦かな、第4戦か第3戦か、どっちかちょっと忘れちゃったけど、その、あの、英語の開通入ってたヘイデン監督も、なんでチビタノーバはなんか、あんなに、ミラノの、ミドルにブロックつけてんだってめっちゃ言ってたもんね。何もこれ本数少ないのになんでついてんだって言ってて、うん、そこをなんか今回やっぱ修正してしたんだと、ヘイネンさすがだっていうのをまだこう感じた、ヘイネン。特にやっぱ外から見たらそう見える、そうやるしな、うんうん、より。そうだね。ロセルは まだしもね、ロセルはやっぱり本数多い。だから、ロセルにの方に関しては、だから、ロセルをどう止めるかっていうよりも、使えない状況をいかに作るかだろうね。うんうんうん、まあ、ロセルもね、めちゃくちゃ、まあ、石川ロセルは本当にでも、良かったな。一旦一試合通して、二人は。ただ、石川君、唯一、そのサーブの部分が、あれやったな。ちょっとフロア。ああ、そうだ。時間帯が長かったな。うん、うん。なかったし、なんか、一本エース決めたところも、あそこ別に、まあ正直言うと、いらないじゃないけど、別に。何のダメージもないよね。そうそうそう。だからその辺のこう、モメンタムもないまま進んでったよね、ミラノに。うん、うんうんうん。だからそういうのを象徴してるのかな、ああいうダイレクトが決まんないとかって。本当、そのレベルでも、まあ、ちゃんと構造的なね、失点とか得点はあったとして、うん、でもあのレベルでも勢いっていうのは、こういうプレーオフみたいな局面になると大事なんだろうな、と思うよ、うん。本当に本当に。いや、まあ、そういう意味は、いやー、まあまあまあ。まあ、でもね、でもまあ今回は本当に準決勝負けだった。けどもやっぱり、まあ、まずミラノことここまで戦えたのだけでも、まあ本当にすごいことだよなとは思う。ね、だって、4、2つ陥落してさ、ピアテンサーとミラノが上がってきてること自体が、うん。やっぱいいことだよね。なんか、面白いことだよね。面白い。うん。で、本当、今、ポーランドリーグ、準決勝も、どっちとも 3-0 で終わっちゃった。3勝 3, 3連勝、3連勝して。すぐ終わっちゃった。うん、そうなんだ。うん、あんまり波乱が起きずに終わってしまった。
オランダ。だからあんま燃えてないんだよ。取っちゃう。うん、あんまそうだね。石川選手が自分の一歩目のパスがネットから離れたせいだと言ってました。まあなあ。まあそれはそうなんですよ。それはそうなんですけど、そういうのを回収するところがまあ、オポの一応仕事なんですけど。うんうんうん。オポの。これってあれじゃないの？その ピアノのシーンのことじゃないかな。石川のパスが離れた？え？どういうこと？ピアノのシーン？石川は一本目あのシーン触ったんだよ。ピアノ。どうした？ネットから離れた。どういうこと？ネットから離れたっつって。パスが、一本目のパスが。だうん。チビタノバから返ってきたフリーボールを、うん。確か、その、石川が一本目触って、ポロに返して、でそこで。いやいやいや。まあそうだけどさ。ノーブロックですよ。まあ、ノーブロックそう、そうだよな。言い訳にならない。まあまあ、多少。まあ、石川くんがそういう、まあ自分がね、そういったパス出してる側だったらそういうふうに思うかもしれんけどな。うん。ミスの後、ロセルが声をかけてたのも印象的でした。うん。確かに。まあね、いつもは、ね、逆に多分ピアノがみんなに声をかけるだろうからね、他の人をミスしたときにね。そうだね。うん。いいミドルたちだ。石川がピアノのミスをかばってたのかな。うん、まあ、かばってた。まあ、多少はあるでしょうけど、まあ、石川君は多分本気で思ってると思うんで。うんうん。フリーボールなのにピタッと持っていけなかったって思ってるんじゃないですか、普通に。うん。まあ。うん、確かに。ね、多分石川は絶対縦切りにはしないようになるね。そういう人気じゃないね。絶対。絶対多分人のせいにはしないから、彼は。多分、冷静に他の試合とか見てたら、うわ、それは外しちゃダメやなとか。思うだろうけど、別に自分の試合だったら、試合でそういうふうに自分のあれを、自分の直せるところを考えるしかないからね。うんうんうん。試合翌日、ピアノと石川遊びに行ってました。行ってましたね。なんか車で、なんか撮ってたね。へぇ。インスタかな、インスタライブかな、なんか上がってた。石川でーすみたいなやってたもん、ピアノ。石川ですね、うん、あのシーンは選択肢としては良かったのかな。安全牌としてはメルガーフをたらればですか。選択肢としては良かったと思うけどな、個人的には。めちゃくちゃ良かったと思うし、まあ、結果として失点になってるから、まあ、判断難しいけど、あのこのクラスでノーブロックになってまさか決まらないとは多分思わないと思うんで。うんうんうん、決まらないどころか失点になるなんて誰も思ってないから。そうだね、うん。しかもね、とっちゃんさっき言ったみたいに、決定率高かったし、この試合。高かった。だから、まあ、ミラノがそこでもう一個抜きんでるためには、いや、もうさすがにちょっとピアノに打たれすぎてるわって思うぐらい使っといての、あ、両サイドだったらいけるやんね。うんうん、もうこうやったらこの間ずっと使い続けてやるぐらいでいいじゃん。うん、うん。っていう。たぶんその、ね、ピアノは決定率高くても相手のブロックが来てないなっていうのを分かった上でやっぱり やったね、多分ね。でも結果、ほれみーってなっちゃったっていう。まあ結果のチビタノバが、それで作戦が、うん、その戦術的にも勝ったっていう。うん。になってしまったね。日本では12チーム中8チームがプレーオフってなかなか理解されないと思いますが、イタリアではその辺は普通ですか。普通だよね。あ、どういうこと？ 8 チームがプレーオフするやん。1位から8位までが。ああ、うん、普通。いや、むしろそうせしないと V リーグの方が、 V リーグの方が狂、ね、少なすぎるよね。狂ってる。いや、ねえ、せっかく盛り上がるところでさ、試合重ねた方がいいじゃん。うん、うん、うんうん。でも、
まあ、それはホームアンダーウェイがないこととか、うん、ホームジムがない、ホーム体育館がないこととかさ、うんうん、あるからそういうできないのもあるだろうね。うん、ねえ、まあ普通にね、8チームから準々決勝、準決勝っていった方がね、なんだろう、普通、なんだろう、盛り上がるというかね。そうそうそう。それでこそリーグを長く戦った価値があるじゃん。そうそうそう。なんかリーグの順位の、レギュラーシーズンの順位のアドバンテージマジないからな。ベネフィットなさすぎるだろ。しかもブリーも本当なんか、レギュラーシーズン終わったらもうすぐ終わるから、なんか、あ、もう終わったんだってなっちゃう。なんだろう。本当に。いつなんかその、そういう優勝決定したのかなってなっちゃう。あんなに戦ったのにさ、うん、女子とか1位で駆け抜けた東レがさ、うんうん、試合で負けて決まっちゃうんだよ、うん、なかなかね。いやいや、まあね、まあそういうところも、ね、この前ちらっとまたなんか情報が解禁されたけども、 新リーグ SV リーグだっけ、うん、SV リーグになるんでしょ、うん、入ってたね、うん、SV リーグですよ。SV リーグ。なんかね、試合数増やすって、5月までやるって書いてたね。うん。たださ、一個意味わかんねえのが、コートチェンジ しないみたいな。ああ、うんうんうん。なんか、マジどうでもよくないってなんない。そこを決めましたって何っていう。でさ、しかも、世界の標準に習ってみたいな時は、そんなんやってるのコロナの時以外見たことないしと思った。ないな、何が世界の標準なんだ。何の話をしてるんだろうと思って。なんでこうさ、なんで突っ込みどころが多いの、このバレーの運営側の人たちって。なんでだろうね。なんかその、それも、もうホームとアウェイを完全にやるために独自のルールとしてやりますとかだったら、まだアイディアとして出したんだって分かるじゃん。うん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 。議論になるのは、その突っ込むとかじゃなく議論になるからいいのもいいと思うよ。うんうん。だって、世界に習ってとか書いちゃうもんだからさ。うんうん。どこの世界よってなるやん。どこの世界、確かに。確かに。どこの世界だね、まさにね。俺の周り見てる人いるけど、そんな知らんぞっていう。うん、見たことない。本当にコロナの時だけだよね、本当に。え、どういうことですか？オタクの言ってることを真に受けすぎたんだと思うんですよねって。ああ、そういうことか、そういうことか。席買ってるから。ああ、まあなあ、まあ。女性ファンがカメラ構えているので、あ、まあ、その男子の場合ですよね。まあ、要はファンがカメラ構えているからってことですね。女性、男性というよりは。うん。そうね。別に、まあ、それはそれでさ、日本の文化として、文化というか、まあ、そんないないじゃん。カメラ小僧みたいなのがいっぱいいるみたいな。他の国ない、ないないない。ないけど、まあ、日本はそんなもんだって、別にそれを生かすとしての政策じゃないな。その施策だったらいいじゃん。うん。って言えばいいんだけどさ。そうね。プレーオフは日程も過酷だから、最初にホームで迎えるというのが思った以上のアドバンテージなんだなと、準決始まるときも感じました。いや。本来そうなんですよね。ホームで調整がよく効くっていうのが大事って大事なんですよね。うんうんうん。あ、両サイドのチケット買ったり、友達と入れ替わりみたいなことがピックアップしてたからか。それだったら片方いいという話だったのかな。うん。まあ確かになんか、チェンジ構造のたびに席を変わる人も。いるね。いる。うん。というらしいんで。僕はちょっとこれはなんかあんまりやって、個人的にはなんかあんまりなんか、
いい気持ちはしないけどね、これこのかん、なんだろうな、2席取って移動するっていうのは。そうね。まあ、そう。でもやっぱりチェンジポートはなった方がいいと思うな。うん。チェンジコートでもなんで必要なんだろう。ただまあ、実際試合してるとやっぱ電気の感じとかさ、うん。本当会場によっては風とかもあったりする。いやね、サーブとかマジで、ちょっと風で変わったりするんよ、本当に。うんうんうん。入り口の方に近かったらとかさ、追い風吹いてるみたいなとかさ。うんうんうん。そっち側のコート行くと、やたらエンドライン側のアウトが増えるとか、フローターが。うん、あったりはするから、室内競技とはいえ。まあ、よっぽどね、よっぽどなんか、大きな影響はないけど、あとなんか主審、副審の位置とかで打っちゃう。なんか、まあまあ、あんまりなんか上のカテゴリーだと。まあ、ぶっちゃけしないならしないでもいいなと思う。荷物とか持ってかんくていけん楽やなと思うし。ああ、まあね。まあなんか、だってさ、あの、じゃんけんするやん。うん。ポイントするやん。うんうん、コート選ぶことってほぼないやんね。うんうんうん。ことは別に大したアドバンテージなんてないから、まあ、しないならしないでいいんじゃないと俺は思う。実際、ウィリーグで試合しててもなんか、うん、コロナの時期で試合してるときとか、コート選手やんなくてよくねとかちょっと思ってたもん。うんうん。運ぶ荷物が多いからさ、俺、リュックと、あの、チャレンジ用のパドルと、メンバーチェンジ用のパドル、うんうん、iPad と何やかんやで全部こう持って移動してたから、うんうん、でなんかうやうやしくこうぎょうぎょうしく消毒するわけないっすよ、うんうん、ちょっとめいらんくねーってちょっと思ってたけど、うん、あでもなんかセリアさんがコメントしてるのは石川は昨年の BNL でコートを取ってたんですよ。コートを取ってたらしい。そうそう、だからそのさっき言ったやつですよ。その、やっぱサーブを決まりやすいコートがあるんですよね。その、なんかいろんな気圧とかの関係で。あとは、まあ、コートを取るときって、サイドアウトから始めれるからっていうのあるよね。だから日本は平気でサーブを取るじゃん。うん。何件買ったらサーブみたいな。日本はっていうかあれじゃないの、その、下のカテゴリーじゃないの、その。いや、でも下のカテゴリーでもアメリカとかで普通にパス取ったもん。ああ、そうそう。だから、日本の下のカテゴリーじゃない。え、V リーグの人たちはでもやんないでしょ、そんな。こいつ買ったら普通にレシーブ取るし。やるよ。やるやる。やるの？やるよ。やるの？うん。そうなんだ。そこは知らんかった。あとまあ、うち、俺がいた時のあれは、一応出したのよ。3シーズン分ぐらいでサーブから始めた時とパスから始めた時の勝率を見て、うん。サーブ型のチームだったから、うん。ブレイク型のチームだったから、サーブの方が勝率が高くて、うんうん。で、いうので取ることは結構あったけど、うん。だな。でも、その、ちょっと学生の、日本の学生の皆さんはみんな多分、サーブ取るよ。絶対多分。取るし。なんか前も多分、この、ライブかなんかで言ってかもしれないけど、そう、ただ、社会人になって、その、社会人バレーの大会出て、じゃんけん負けて毎回、じゃんけん勝って毎回レシーブ選んでたら、ありがとうございますって言われたけど、いや、レシーブの方が点数取れるんですけど、何かと思って。実際だったら。でも、社会人の方だとまた、どうなんだろうね。そこまでパーセント。レベルによっては、確かにサーブの方が、ブレイク、サーブの方が強かったりもするけど。でもその大会はね、なんか、混合で、ジャンプサーブ禁止の大会だったから、絶対レシーブ側の方が、まあ、有利なわけよ。そんな、だからゴリゴリで強いサーブ打ってくる人いなかったし。いや、なんか、いくつか要因あるなと思ってさ、うん、一つはサイドアウト制時代の名残じゃん。うん、うん。サーブ権取った方が強いから絶対。うん、まあそうだね。っていう名残で指導してる先生が多いから多分サーブっていう人多い。
と、あとは小学校バレーとかから始めてる選手はやっぱり半分ぐらいいるわけでさ。ってなった時に、小学校でサーブ入ったら結構勝ちじゃん。技術まあ、レベル的中学校に。もそうだよね。中学校もね、結構。そうそうそう。中学校もその気あるじゃん、ちょっと。強いサーバーいたら、もうバンバン、それだけでめっちゃ連え、続なでんくないる。じゃん。サーブレシーブとかサイドアウト率とかもう話にならないじゃん。話にな数らない。字。なんかそういうの結構あんのかなとか思ったりして。確かに。あ、でもどうだろう。アメリカも、なんか、サーブを無条件に取る感じはあったのかな。でも、うちのオーナーが日本が好きですごい日本に住んで勉強してたから、そうだったかな。俺がさ、監督やってたし、もともとオーナーが見てたから、めっちゃサーブを取るからさ、一応毎回聞きに来るようになって、どっち取るか。絶対パスっつって。で、え？みたいになって。毎回出してさ、データを。見てみ？サイドアウトの方が、パーセンテージ倍ぐらい高いでしょって言って。ほら、ブレイク率38%。これね。で、サイドアウト率68%。ほら。さあ、あなたはどっち？って言って。え、でも、いきなりパスじゃ、サーブレシーブ緊張するみたいになって。え、じゃあサーブだったら緊張しないの？って言ったら、いや、する。みたいな。私緊張だったらパーセンテージ高い方がいいじゃんっつって。コーチ検定は絶対パス取るよみたいな、なってた。なるほど。いやいやいや、まあ、まあ、それはそうとして。それはそうとして。うん。まあまあ、ちょっとあれですね、ケンさん。まあ。ちょっとまあ、この議論は一旦置いといて、V リーグのファイナルの話もちょっと、はいはい。したいなというか、まあ、自分は正直全然ハイライトぐらいしか見れてないんだけど、ケントは、映像で見た？現地で見た？女子も男子も映像、現地には行ってないファイナルは。で、男子の方は結構こう飛び飛びで見たかな。うん、飛び飛びだった。女子は丸々見た。どうでした？ファイナル。いやー、取れないかーっていう感じだったね。ああ、最後のセットとか。だし、まあ、最後のセットを取れ、また取れないかっていうとことか。まあ、要はだから、ペルージャだったわけですよ。しかも3年間ぐらいペルージャ状態なわけですよ。もう、見事なほどのシルバーコレクターになっちゃったっていうところは、なんかこう、なんていうの？勝って嬉しい NEC をまずすげえって思うのと、うわ、それめっちゃきついよなっていうのを終わった後のコシアさんのぼーっとした顔を見て、うってなったな。チャレンジマッチでさ、姫路が負けてアランマーレが上がった時のアランマーレの喜びと、その姫路の悲痛な表情みたいなのがこう入り混じっちゃって、俺もチャレンジマッチは経験してるからさ、その、ね、怖さはわかるじゃん。でも落ちたことはないから、計り知れねえなっていう思いの方がこうグッと入ってきちゃって。なったけど、そうね、まあ、まず最初の感想はそこかな。そうね、最後、まあ、そのハイライトしか見てなくて、ハイライトはやっぱ最終セットのやっぱりなんか、石川で決まらないようシーンが結構、ピックアップされてたけど、まあ、結構、そこ、なんだろうな、ちょっと石川になりすぎてた、その、っていうのはあるのかな、どうなんだろう。それは前日譚があるからね。前日か。天皇杯、まあ、皇后杯が女子だから。の時に、まあ、東レが準決で負けて、準決だっけ？決勝だっけ？で負けて、で、その時に、最後、セッターの席が、下に持ってかなかったよな。まあ、クランにあげたよね。つまらなかったりしたときに、終わって負けて終わった後に、全然、その、攻めるとかじゃなく、席に対して、私に最後持ってきてほしかったですって、言ったっていう記事があるのね。
だから多分席はあの時クランバックにいたし別に決定力もあったけど、うん、光に託し続けたんだと思うんだよ。うんうん、でだからなんていうの、信頼あれも決まってればさ素晴らしいストーリーになるじゃん、その前日スタンガーの、うんうん、信頼できた人がいるでしょみたいな、うんうんうん、負けちゃったがゆえに、まあ何勝負強さの NEC と情に走った東レみたいになって、うんうん、っていう見方になるよね。本当にそうなのかは知らんけど、うんうんうん、でまああのところで取り切れなかった俺は要因ももうあ、まあ、てかあの場面に限らずだけど勝負のこれと取り切れないポイント俺やっぱ席だと思うから、ああの、まあ、最後のその石川石川になって取られたとこも近くてめっちゃギューンって伸びてて打つポイントが1個しかない、うん、いつもだったらドインナーに叩き込める石川なのに、うんうんうん、ストレートストレートになっちゃうっていうのはセットの問題だと思うから、うん、それこそね妹の方の石川も多分それはセットのせいにはしないし、うんうんうん、でも席がだいたい決勝とかそういう切羽詰まった時にパニックっちゃうというか安定させれないセット、うん、しやすい何でもできるっていう選択肢のセットを供給できないのがずっと課題で、結局今回もそれが出たかなっていう。なるほど。逆に NEC は素晴らしかったよ。うん、どういうところが、はうーんと全体のバランスがすげえ良くて、うん、ね、小賀もサラもめちゃめちゃなんていうのオールラウンドに活躍してたし、うんうん、ディフェンスがとにかく良かった、うんうん、なんていうの、うん、トータルディフェンスっていうと片付いちゃうんだけど、よくレフトからのクロスも上げてたし、まあ、要はレフトのチームじゃんね東レは、うんうん、上げてたし、まあ、山内も決まる場面、あの止められる場面もめちゃめちゃ多かったんだけど、うんうん、山内も通ってたし、澤田が逆にセッターの澤田のチョイスがあのね的確だった、うんうん、なんていうのちょっとオフ気味になって前進した時にパッと裏のビッグ使うとかさ、うんうん、つけた時にちゃんとファーサイド使うとか、多彩にちょっと状況に応じて、いわゆるテンプレートじゃなくて状況に応じた最適な選択をし続けることがすごく多い、その引き出しも多いし、うんうん、それが多分トーレ側は最適がもうどん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 レフトレフトレフトパイプパイプパイプってなっちゃう、うんうん、それが澤田とかだったら決定率が低くてもここでライトに決められたら嫌だってところで決定率にかかわらずポイントでライトの決定打を出せるとか、うん、そういうのが多かったなって感じだし、んだな。NEC に関してはさ、山内、ライトの山内とか、まあ正直、その他のメンツに比べたら名前とか実績とかそんなにない中で、うんうん、金子さんってね、1年目から山内を使い続けたの。うんうん、他にもいるし、別に外国人乗ってもいいわけで。でも最後まで出し、でも途中しかも山内のせいで結構セット取られた部分多かったの、ヒブロック食らいまくって。うん、なんだけどなんか出し続けて、で最後山内が石川を止めて終わったわけじゃない、うん、なんかそこはなんかこう逆に情じゃないけど、あの金子さんが山内を使い続けてそうやって結果までつなげたってすごいなって一指導者としては、うん、そこが決めた、うん、沢田も正直セットがさすごいこうもうキャッチ気味だから、まあ、他のチームからキャッチだキャッチだって言われ続けて、うんうんうん、でもやっぱ上手なのよ、まあ、それを金子さんも使い続けたし、うんうん、あとは、うん、まあ、最後下がっちゃったけどミドルの上野、うん、日華が怪我してたり島村が怪我したりの中でずっと出続けてて、上野も一時期もう今年活躍できなかったら首みたいな噂も出てるぐらいの感じだったところから、うんうん、今年は結構出まくって活躍して優勝してっていうのはすごいなって。裏話的なというか、その指導者としての情じゃないけど。うんうん。感じです。なるほど。まあまあ結構やっぱりじゃあそのセッターの差っていうところが、なんかまあ、
大きい部分があったのかなと思う、うん、でもなんかこうやって見てる感じ視聴者さんは女子の方の決勝見てなさそうやなじゃあ男子の話いきますか楽しいなまあまあでも俺もなんか見たもんな我々のチャンネルは女性視聴者が多いので俺のチャンネルって言っちゃったよ我々のチャンネルじゃ男子のファイナルは男子のファイナル男子のファイナル正直なんか点々でしか見てないんだよな。なんか、うん、デンデンがすごいミドルを抑えてて、うん、で、うん、追い込んだし、クレックすごすぎた。で、あの、ファイナル4までは山崎とかすげえ良かったんだけど、うんうん、最初、決勝の最初の方結構山崎あんまり振るわなくて、まあ最後良かったけど、うん、うん、なんか、すげえし、あれだったけど、ぶっちゃけなんか、外国人の打ち合いだなって俺は思っちゃったな。ああ、クレックタイムセルスキーみたいな感じ。で、やっぱ、でも正直俺サントリーに今年はあんま優勝してほしくなかったから、うんうん。5番、まあなんか、まあ、ぶん投げ感強かったからさ。あと、ま、解説で福澤さんが結構言ってたんだけど、うん、うん。藤中が崩されたりしながら、福澤がスパイクも決まんないみたいな、福澤が仕事をできない時間帯が長かったのよ。福澤？間違えた。あの、藤中。藤中？うん。っていうのを福澤さんも解説で言ってて、確かに俺もそうやなと思って。うん、うん。彼は、違う、浅野さんが言ってたのかな。で、なんか、ディフェンシブなプレイヤーでも、やっぱスパイクが決まるか決まらないかで、そういう気持ちの持ってき方変わるみたいに言ってて、いや、本当その通りだなと思って。うん、うん。うん、ちょっと藤中がきつい時間帯が長かったかな。そのパス大荒れしてて、どうしようもないのをムセルスキー持ってって、しかもそれが止められるっていうシーンが何度もあったから。うん、うん。なんか、うん、でも、それでもやっぱ打ち合いが外国人同士、別にいいんだけど、それは仕方ないことなんだけど、チョイスが少ない。で、逆に言うと、やっぱウルフドックスの方がそういうチョイスが多いのかな。うん、うん、まあ、3対2になるけど。全然あるからさ。うん。話も、山崎もやっぱすごいもん。うん。っていうところかな。まあ、藤中がちょっときつかったところと。だどんな状態で外国人が打ったかっていう勝負じゃない？うん、うん。にプラスアルファ。なんだろう。サントリーに関してはさ、ま、その今シーズンというか、まあもう終わっちゃったけど、は、まあサイドが柳田だったところに、まあラインが入ってたわけじゃん。うん、やっぱりなんか、そういうところも、この決勝ではなんか、その差が見えちゃったりした部分はあった、個人的に。あの、柳田からの変化ってこと？うん。柳田がもしいれば、なんかもう少しその、なんだろう、分散とか、できたのかな、みたいな。どうなんだろうな。いや、俺、どっちかというと、鶴田さんの影響の方がでかかったんじゃないかなと思う。ああ、リベロか。まあ、いや、悪くないよ。全然いいんだけど。やっぱバランスって大事なんだなとは思った。だって攻撃力で言うと、多分、アラインの方が高いし。うん、うん、うん。うん、サーブもあれだけど、ね、どうなんだろう。まあ、けど質問が。質問とかサントリー優勝してほしくなかった分投げ感が強いからっていうのをもう少し詳しく教えてほしい。あ、まあこれは超個人的な感情なんですけどなんかこれが今の V リーグっていうか日本の国内のトップリーグの正解だってなっちゃうのがなんか危険な気がして、サントリー1年目の方がもうちょっと面白かったんですけど、1年目ってムセルスキー期待してるそうとか、あ、優勝して1年目。優勝して1年目。うん。うん、やっぱ、まあ、まあ柳田に打数があったっていうのももちろんあるし、うん、まあアウトサイドの片方に守備型の人が入ってて、まあ藤田がね入ってって中でそういうふうにこう分散していくのは面白かったからいいんだけど、
なんか、まあ、イゴールいた時の合成じゃないけど、外国人ぶん投げのところって、やっぱり選択肢が減ってきて、で、なんせ相手もなれるっていうかさ、っていうところの、なんか歴史を繰り返す気がして、っていうのが、ちょっとこう、嫌だなっていう思いがあって、むしろその、まあ、要は攻撃枚数多いし、日本人がもうちょっと、日本人じゃないな、オポジット以外が機能してるチームっていう方が、もっと攻撃的に機能してるチームを、の成功が見たいなって思いがあったから、なんか、ウルフドスクスが好きで、サントリーが好きでとか、あんまり俺、男子の方には今好き嫌いがあんまりないから、バレーの構造としてそっちの方がトップに行ってくれた方が、下に、何？例えばアンダーカテゴリーの子たちにこういうバレーで勝つんだよみたいなのを語るときに、やりやすい。ほら、大きい人入っていっぱい打って勝ったよって。決してそんなことはないし、いろんな戦術を組んでそこまで持っていってるのはもちろんなんだけど。より分かりやすくなるためには、そっちの方が大事だなと思うから。確かにな。なんか、いう感じです。戦術的になんか、話が進まないもんね、そのままでは。かなっていうところ。で、まあ、本当セレアさんみたいに。そう、アラインすごいときすごいんだけど、まあ、柳田の方が、アタックの波が少ない。コンスタント、決定、何決定率じゃなくて決定本数を稼げるのが柳田だと思うんだよ。効果率とか決定率大事なんだけど、勝負を決するのはやっぱり効果率だと思う。ああ、決定本数だと思うから。そういう部分で言うと、もう本当決まんないときに全然決まらん、本数稼げないときがあるから、そうなると、ね、セッターもおのずそっちに、ムセルスキーに集めざるを得なくなるからさ。っていう感じかな。ビソットのいた JT もそんな感じでした。いや、あの時は越川さんいたよね。いや、そうなの。ビソットはそんなめちゃめちゃな出す、まあ、打ってた時もあったけど、打ってた試合もあるけど、ビソットすごいのは、お前叩けんだろうって時に、リバウンドもらったりして、そこからミドルとか逆サイド使うんですよ。あの時の JT を。だから、いわゆるその、さっき言った、ぶん投げじゃない、ビソットに関しては。あの人はでっかくて、まあ、決定力あるけど、テクニカルなオポジットだったんで。そう、そうだね。ビソットはなんかそんな、なんかゴリゴリなパワータイプじゃないよね。それこそ、その、まあ、超昔のジルソンとかが多分、パワータイプだったかもしれないけど。打ちすぎだろ。ジルソンとか、何堺にいた、なんだっけ。なんだっけ。エンダギ？エンダギじゃない。そうそう、エンダギ、エンダギ。エンダギ？とか、あれだ、ペピチ？あ、ペピチね。ペピチ。は死ぬほど打ってたでしょ。まあ、なんか、その辺です。その、なんていうんですか。本当に僕の、今のは主観の部分での話なので、と、今僕が関わっている中で広げていくときに、そうあってほしいなっていう V リーグへの思いっていう、そのチーム推しじゃない部分の感じですね。して、何かをディスってたり何かを上げてたりするわけじゃなく、バレーの構造としてそっちの方が僕が好みだっていう話です。ですね。ね、パナソニック。僕も好み。僕もそっちが好み。ちょっと前の配信で話したけど、やっぱ、うまさのあるチームが今は良くて、で、今回ね、そのアンダーカテゴリーで、今、監督をしてる三枝さんと話してたんだけど、今ってやっぱ上手い人が強いみたいなのを上回ってますよねって。言ってて、まあその代表の時とかにどんなことを基準で選手を選考していったりとか
ていうのを聞いたら、いやほんまそうやねんって言って、うまい方は言えねんって、で日本はやっぱそこうまいを追求せなあかんねんけど、実際その俺らが選手を見なきゃいけないときに、そのうまいをすごいが超える選手がいるから、その学生カテゴリーだったら、うん、要はちっちゃくてうまい選手がいるけど、1本180の子がボンって上から打ったらさ、うわ可能性感じるってなるじゃん。あ、女子の話？まあ男子にもどっちも、まあ、180っていうのは、あ、そうだね、うん、でしょ、とか、うん、ね、男子も175、6でうまいやつじゃなくて190とか2メーターがドンってね、うんうんうん、やったらわーこっち育てなきゃってなる、そのすごいが超える瞬間があるわけじゃない、うんうんうん、でそのすごいやつらが今度うまくなるみたいな、うんうん、で上手い方が勝ちって、要はそういう世界でもすごい同士が戦う中で上手いが勝つっていうのが大事だなって話になって、うん、そうだね、実際多分ね、まあイタリアもポーランドも、まあ、プロは上手いけどアンダーの子たちは絶対日本の子の方が上手いと思うから、うん、そうだよ、ね、だから、そうですね、そのパナソニック、レフトいい感じですねっていうところで、ね、パナソニック、うまいんですけどね。やっぱな、もう首役がもう慣れられちゃってたもんね、30% 台とかなってたもんね、決定率が。だときついよね。うん、あ、同時視聴、今日も3桁。おぉ。はい、ありがとうございます。今100です。ありがとうございます。アラインがフェイントブロックアウト何度おりますって言ってきたらもっと混戦してたと思う。これからも期待。そうですね。やっぱブロックをもっと、まあ、なんですか、リバウンドを含めて利用することってやっぱり大事だと思うんですよね。うん。そこが本当身についたらむちゃくちゃすごい、アラインは。でも、ああいうタイプの選手、なんかその難しいなと思うのが、うん。尖り続けてて欲しくない。こう、まあ、能力のある選手って。うんうんうん。さっき、今、うまさの話をしちゃった手前、ちょっと前後しちゃうんですけど、うんうん。尖ってる選手が変に逃げずに、もう一個ぶち込む、もう一個上からぶち込んでやるぐらいになってほしいなとは思うんだよね。ああ。まあ、荒井に関してはだから、まだそ、なんだろう、まあもちろんできた方がいいけど、もうちょっとなんか、なんだろうな、成功法のレベルを上げるというか、成功法、うん、まあその、シンプルに自分のフィジカルとか、アビリティを、うんうん、生かして、もっと生かしてほしい。うん、確かにね、まだ全然そのポテンシャルはあるだろうしね。うん、でもその分も、藤中がもうちょっと、本人も担うつもりだっただろうし。うん、うん、いけたのかなっていうところはあるかな。うんうん。ムセツキも別にうまいしな。バレーボール自体は、うん。なんだけど、うん。さっきの、東レの席とか、まあ、大家とか、うん。準優勝した2チームの、男女の準優勝したチームのセッターたちは、今のチームから出てほしいなと思う。もしくは、まあ、人が変わるか。関はね、石川が出てくから、ね、どうしても構成とか変わってくるだろうし、これから戦うときに。いいのかなと思う。うん、大家もなんか外に出る噂とかちょっとあったりするやん。あ、あるんだ。それは聞きたい。あるんだ、ね。大家。そうなんだ。いう噂はちょっと出たりしてたんだけど。こっちの方がいいなって思う。なんかやっぱ通して一番数をこなしてる試合での経験でやっぱ、うん、前提認識みたいなのが変わってくると思うから、文化というか、うんうん、まあ、もっとあれこれするチームでやってほしいなって思うよ。そうだね、だからなんか個人的にも思うけど、そのセッターこそ一番なんかもしその代表での活躍をしたいんだったら、セッターこそ一番なんか外に出るべきなんじゃないかなと思ったりする。
だからね、正直ね、V リーグ、関田って正直 V リーグで勝せたじゃないのよ。うん、うん。なんか、なんていうの、あ、例えば、イゴール言ったらイゴール使いまくるじゃん。うん、うん。でも関田は絶対そんなことしなかったと思うよ、もしいても。そうだね。だから、まあ、力な、あの、アウトサイドとかに力なとパナにいたり。うん、うん。もしちょっと、外国人の力が衰えたら、あの、堺に行って、まあ、外国に行って、で、今季、なんかまあ、ゼーテクトでもあんま勝たせきれてなかったけど、うん。でも代表行ったらすごいわけじゃん。やりくりを覚えてるから。うん。安易な勝ちを味わってない分、うんうん。そこに、こう、意思疎通を図れる石川やらランやらが来たときに、うんうん、プレー多分理想としてるプレーレベルの意思共有ができるやつがポンって入った時にそれが可能なんだろうなと思うんだよね。うん、やっぱ大家とか代表で出た時にちょっとさ、こう、まあでもな、一緒に出る選手がもう控えだったりするからまた難しいんだけど、大家の場合、うん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 、だな。ケントさんのおっしゃるうまさが勝つ時代というのは、高さパワーの選手が押されるというよりは、高さパワーの選手がうまさも備えてきたということなんでしょうか。そうですね。あ、うまさが美味しいになってますけど。そうですね。各ポジションの役割みたいなのがすごいはっきりしてきたなと思ってて、前よりも。うんうん、あの、なんていうんですか。その分、だからこそアビリティが多い選手が活躍してるなと思うんですよね。例えばアウトサイドだったら今もう仕事はサーブレシーブをすることと、あの、バックアタックを打つこと。と今、ハイセットを処理すること。で、まあ、ちょっとアウトサイドはやっぱり役割が多いからこそ何でもできなきゃいけない。だミドルは攻撃というよりもどっちかというとブロッカーとしての役割が大きくて、そこのインテリジェンスがあるかどうか、プラスサーブの戦術が高まってきてて、ショートサーブとかをしっかり返せるかどうかとか、自分がバックに行った時にサーブが打てるかどうか。ブロックっていう軸がありながらも他のスキルが必要になってくる。オポジットに関しては、ハイセット、さっきと、あの、パトリーの話とはちょっとあれですけど、ハイセット打つのに加えて、相手の強いスパイクサーブに対しては4枚でサーブレシーブ入ったりとかしなきゃいけなかったり、っていうのが必要になってきて、セッターだってサーブが良くないといけなかったり、ブロックができなきゃいけなかったり、っていう、まあ、うまさっていう表現をしてしまってるんで、ちょっと曖昧だとは思うんですけど、各ポジションごとにできることが多い選手が、たくさんいると勝つっていう、感じかな。どう？今の説明でわかるかな？うん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 。アウトサイドヒッターでもセットをできなきゃいけない。とか、うんうん、ミドルブロッカーでもサーブレシーブができなきゃダメ。オポでも、パスをする。セッターだけど、ブロックもサーブもいい。っていうのが、必要なのかなっていう。スペシャリストなんだけど、スペシャリスト、専門性だけじゃ、引き出しが少なくなってきてるから、うんうん、引き出しの多い、ポジションごとに引き出しの多い選手がたくさんいると勝つっていう感じかな。うん、そうね。うん。っていう。うん。ジルソン・サンバーズと言われてた頃をファンとして悔しかったけど、実際その通りやしなと思わざるを得ず。それ、あれなんですよ。いや、そうっすよね。僕も、あの、トヨタ車体にいたときに、一年目僕、ポリーナ・ラヒモアっていうアゼルバイジャンの選手と一緒にやってて。
1試合で打った打数、ギネス記録出したんですよ。で、ポリーナ・クインシーズって言われてたんですね。で、1セットあたり、あ、違う違う、1試合あたり全打数の 42% を打ったんよ。で、その次の年に来たネリマン・オンズソイっていう選手、もうちょっとこれから脱却しようって言った、その年、43% 打ったんよ。超えてきた。ネリマン・クイシーズって言われて。うん、で、いや、いろいろ、ね、戦術を駆使してって、こっちは思ってても、まあ、見てる側は本当にそうなるわけで。うんうん、その通りだし、数字もそういう風に出ちゃってて。いや、その悔しさは、僕は逆に中で一緒にやって、そうならないようにしながらもなったっていうので、むちゃくちゃわかります、その悔しさ。実際に受けてた側だったんで。で、山本龍選手もっと出てってほしい。ね。ね。言ってたけど、ちょこちょこ。そうだ、本当にでも、この山本くんと大矢が一緒にのチームにいるのはもったいないな。まあ、毎回言ってたけど。ドラフトしようぜ。ドラフトしようぜ。ドラフトとポスティングにしようよ。まあでも、そので新リーグになったら基本的にその昇格降格がなくなるってなってくると、そのドラフトもできるようになるよね。うん、韓国リーグはね、それがないからあえてドラフトも多分できるから。そうね、うん。日本のアウトサイドは世界に出ても需要があるから、使われても NBA ミドルロッカー海外でも使ってくれるのかと思うと、ミドルが世界的に活躍する道現実。ああ、そういうことか。うん、どうですか、俊樹先生。え、まあ、要はミドルが世界で、日本のミドルは世界に出ていくことできますかってことでしょ。できると思うけどな、その、なんだろう、まあ、うん、まあ、ぶっちゃけまず今のね、現役世代でも、高橋健太郎とかはでも行こうと思えば絶対、なんか行けると思うし、うん、だ実際って、あのね、ミラノのロセルなんて195ぐらいで、あんだけ、もう世界トップでやってるんだから、もうほ、うん、まあ、特にアルゼンチンのミドルの選手って、本当そんなに、ね、ソレも202メートルちょいだし、本当そんな210とかの選手とかいない中で、第一線で活躍してる選手、バンバンいるから、だから、ね、体育的にはね、そのアルゼンチンの選手と多分日本のミドルの選手、そんなに違いはないと思うんで、まあ、そうね、全然あると思うけどな、あとは本当、本人のやる気次第じゃないですか。やる気と今、まあ、最初は多分でも最初からその V リーグやって、そこからその海外出場しますって なった時にすぐに多分イタリアとかポーランドとか行けないと思いますよ、うん、でもまあね、ドイツなりフランスなりもっと多分下のリーグからスタートするかもしれないけど、でもそうやって そこから でも着実に多分結果を残していけさ行くことはできると思うし、そうやって結果を残していくことさえできれば、まあ、ゆくゆくポーランドなりイタリアなりはいけると思うんですけどね、個人的には。うん、俺もそう思うし、なんかさ、なんかちっちゃい扱いされてるけど、今もう日本のミドルもそこそこでかいやん。うんうんうん。だって2メーター級も下に育ってきてるしさ、うんうん、もうなんか高さに負けたとか言ってらんない、高さ大して変わらんかったよっていう。いや、実際、だって今、イタリアとかで活躍してるミドルもそんなでかいやついないよ、ほんと。そんないないじゃん。190そこそこだったりするじゃん。ね、2メーターいないぐらい。シネケールもね、2メートルぐらいでしょ、確か。そんなでかくないでしょ。うん、でかくないし。だからまあ、渡り合えるようになってきてる部分逆にあるよね。その、日本のミドルって意外とこれまでもそこそこでかいか。ノブコフ。あ、そうそう。昔の方がでかかった。ノブコフ。ね。ごっついて。うん、そう、昔の方が全然身長でかかった。山本さんいてな。セッター宇佐美さんももう今180あったし。確かに。しかもあの人、身体能力お化けだったしな。マジすごかったもんな。身体能力。そうそう。すいません、ちょっと、ケツ向けて、
洗濯干してますけど、すみません。合宿だったもんで、洗濯物が多いんですよ。すみません。干させてください。洗濯干し。いきなり緩くなって。洗濯干し配信になっちゃってる。うん。ちょっと女性もいるからね、パンツとか見せないでね。大丈夫です。ちゃんと配慮します。そうですね。ロセルより、そう、山内の方がでかいですよ。ロセルなんて、最初、ね、まあ、身長伸びきる前とか、193ぐらいの時から、でもバンバンもう、アルゼンチン代表とかでやってたから、うん。本当にいけると思うんですけどね。タイプの違う選手をさ、こう、体格に入れるってやっぱ大事だよね。そう考えるときに。やっぱルゴフとシニエゼっていうところもポイントじゃん。とかさ、アウトサイドも、まあ、すごい守備型と、もう一人がすごいファンタジスタみたいな。そうだね。チームバランスだよね、その辺も。あとやっぱ緑だって。うん、あとちょっとなんか思うのは、でも、やっぱミドルってやっぱりのサイドの選手と比べると多分サラリーが低くなるよね。低いよ、だって。一応半分しか出てないって扱いになるから。ね。そう、だからなんかそこと比べたときに、まあ、今のものが給料いいじゃんってなっちゃう選手はいっぱいいるかもしれない。V リーグにいる人とかだったら。ああ、そうね。サラリーがそうだね。うん。確かに。リベロもそうだよね。リベロも多分そうだよ。リベロも。リベロもそう。うん、多分 V リーグの方が金もらえる。そうだね。まあ、強いのは圧倒的に高いよね。うん。だからまあ、本当リスクを負ってさらにサラリーもそんなに上がんないのに、まあ、海外挑戦するかとかっていう、選手がいるかっていう、出てくるかどうかっていうのも、また関係あるかもしれないですね。あとまあ、その後が約束されてるしな、うん、企業に入るとか。しかも、そこそこいい企業だからね、どこも。そう。でも、とっちゃんがツイートで書いちゃってたけどさ。うん。意外言っちゃってたけどさ。うん。ある程度のサラリーが出ちゃうっていう。うん、うん。この時代。うんうん。どうなのと思ったけど。どうなのっていうのは、いや、本来は俺は出すべきだと思ってるのよ。うん。夢ないじゃん。聞かないと。うん、夢ないよ。でも、まあ、出ちゃったと思って。うん。ね、だから、あれぐらいさ、1400万ぐらいもらえるんだったら行くよね。その逆にそのサラリー的に言うと。ポジションって年俸違うんですか？それはもちろん違いますよ、ポジションによって。全然違いますよ。全然違います。まあ、日本はなんかそのポジションによってってとかあんまなさそうな感じだけど。うん。ないね。どれぐらいだと、それこそ年功序列なんじゃないの？まあ、そのなんか、まあ、結果出してプラスはあるかもしれないけど、どうなんですか？うん。どういうこと？その、日本人の、日本人の、ウィリーグ選手って。そうだね。あとは代表に選ばれたかとか、そういうプラスの、フィーはあるけど。うんうん、ある程度やっぱ年を重ねていったりとか、まず試合に出れるかどうかもあるな。うん。でも、だいぶチームによって変わってきたよ。そこはちゃんと、なんていうの、活躍の年俸になってきてるし。ただ、なんだろう。まあ、すべて言えるわけではないけど、やっぱプロの、うん、プロ契約のあるチームとか、クラブチームに関しては、やっぱ出場級とか、うんうん、個人賞をもらったとか、代表に入ったとかっていうのはプラスのあれになっていくし、またそれがない選手に関しては、うんなんていうのバレエ教室とか行って稼がないといけなかったりとか。ああ、副業。っていうのも、まあ、まあ、チームの、活動として、そういうので、お金やった分だけなるよっていうのはあったりするとは聞くね。なるほど。小木さん、昔リベロがいない頃、南、厚木さんがバックアタック打ちまくってた時期がありましたが、もうリベロがある今、そんなセンターは現れないですか？まあ、でも正直今のセンターもバリバリバックアタック、打とうと打てる選手多いし、実際にサーブ入
入るときだけなんかミドル、なんかね、パイプ、アウトサイドの選手じゃなくてミドルがパイプ入るとかって、もうルーカスとかもやってましたけど。うん。うん、でもまあね、どちらかもう、やはり今の状況だと、うん、もうリベロを入れない、ん？なんていうのかな。リベロを入れるメリット以上に、その、ミドルを残して5枚攻撃するメリットが上回るかどうかっていうと、なかなか厳しいのかな。とは思います。まあ、ディフェンスしないと攻撃にならないですからね。ね。これちょっと難しいな。でも昔、あの、ロシアのベルゴリエっていうチームは、オポジットの打力がちょっと弱かったから、うん、ミドルのムセルスキーが公園に行った時に2ローテだけオポジットするってやつが、いうフォーメーションがやってた。うん。そうそう。まあ、結構リベロが、うん。そうですね。リベロがなくなるのはなかなか難しいかな。うん、すいません、終わりました。お疲れ様です。です。まあ、日本はでもね、小野寺はもともとサイドで代表で出てたし。うんうん。別にどうとも出るだろうな。高橋健太郎もうポチってやってたじゃん、一時期。ちょっとやってたね。それとね、あの、J テクト入った佐藤くんとかもやってたし、まあみんなそんな感じで通ってはくるよね。うんうん。マキがそんな伸びてないのがちょっと気になるんだよな。ああ。山内くん打ってましたね、去年。やっぱ首役喜んでましたね、なんか。そうそう。ね。うん。まあさっきルーカスも言ってたし、あの、セルビアのリシナツもポーランドエスプレッションの時一回オポジットやったことあるよ。一試合か二試合か。ん？マジで？うん、あるある。あったあった。あ、ありましたね、アップルパイさん。そうですね。ミラノが主力ごそっといないときに、いろんな人がいろんなことやった。まあ、ただ、できるってだけですよね。やっぱ勝つためには、ね。ただまあ、できますよね。バレーボールみんな上手ですよね、単純に。さくらさん、そのリベロの話を膨らませてくださいっていうのは、どの辺ですか？ミラノのこともっていうのも、どの辺ですかね？ちょっと、ご要望があれば。マキ君はじわじわ伸びてきた気しますけど、カイ君の方が進化スピードが速い気がします。そうですね。ま、カイ君の進化のスピードはすごいですね。ただな、マキ、なんかな、マキ。なんかな。もうちょっといけんじゃないかな。それこそもうなんか、つくばにおらずになんか、ちょっとちらっと前にブランさんが言ってたように、早くなんか、プランスリーグとかでミドルって出せるチームがあったら出せてあげたらいいなとか思う。の方が、俺もいいと思うよ。うん。本人があとは望むかどうかですよね。うんうんうん。ただまあ、日本的に生きてると、筑波大学卒っていうのは強いよね。まあまあ。めちゃくちゃ。まあだから、どうにか。まあそうか、そうか。人がいないんで、いろいろ厳しいかも。なんかそれも、なんとなく狭い話ですよね。人がいないんでっていうところも。うん、それは逆に今僕がすごく直面してる部分でもあるので、なんかその、何ですか。すごくいい選手がいるけど、所属チームとの兼ね合いでっていうのとかってやっぱあったりしたりしなかったりするじゃないですか。うん、絶対代表とかで世界相手に戦ったら伸びるのにって思うけど、インターハイがありますとか、そういうのってあるじゃないですか。うん、リーグあります、インカレありますとか、あるじゃないですか。なんかそういうのってやっぱ大事だなとは思いつつ、ねえ、なんか、ね、なかなか難しいとこなんだなって、最近、肌身に感じてます。やっぱりね、まあ、難しいよ、なんか、
確かに長い目で見るのか、うん、そういう観点がある人は、うん、あもうそういうの関わらずどんどん行ってくれみたいな感じでも出してくれるところもあるし、うん、それは本当にチームによるからあのそれぞれなんだけどね。あでも指導者もね、やっぱ それが仕事っていうか、 なんか そこで成績を出すのがいい選手を輩出することが仕事になってたら、それなんか気持ちよく多分ね送りてあげられるけど、うん、そっちよりもやっぱりその学校としての成績を取ることの方が多分比重が高いだろうからね。そうだね、うん、そうなっちゃうと難しいよね。うん、さくらさん、ペサレジプレーオフで頑張ってたけど、ああってなることも、この際山本から、いや、日本から山本連れてこいなんて思ったり。ねえ。いや、ほんとっすよ。それこそね、小川外出ないって言ってるから、小川ね、いいじゃんね。ペサレジも結構プレーオフは頑張ってたと思うけどな。あ、うん、そんなになんか、ああってなることはあんまり、プレーオフ入ってからは僕は的には少なかったように感じましたけど。俺、プレーオフは少なかった。ねえ。でも、そう書いてるじゃん、さくらさん。まあ、プレーオフでは頑張ってましたかって書いてるじゃん。そうそうね。レギュラーシーズン中は結構、ああ、フェザレジああでしょ。でしょ。ああだったよ。うん。日本人のリベロのレベル、日本人はもうリベロマジレベル高いっす。でもやっぱりさっき言ったように、多分に、日本、リベロこそ本当に、V リーグとか多分金いいから、なかなかトップの。うん、外国人枠をリベロに使わない。使わないです。グレベニコフレベルじゃないと。うん。そう。何で、あの、あれは実力だけじゃなくて名前もあるからさ。うん、そうだ、ね。っていうのだったら商業的に価値があるからってあるけど。うん、あの、で、もちろんトップで海外挑戦した方がいいんですけど、そもそも枠がないっていうのが問題だと思う。うん、グレベニコフもだったら、フランスリーグから、確かドイツリーグ挟んでイタリア行ったのかな。ちゃんとそこステップ踏んでるんで、うん、そうね、行くにしてもまずはちょっとステップを踏まないといけないでしょうね。だって、男子の、あの、V リーグで外国人枠でセッター使ってたらアホやなって思いません。そんな感じだと思います。そうね、実際今季のイタリアリーグは1チームだけだもんね、リベロに外国人使ってるのはファドマだけですよ。でもし取るとしたら、例えば、ブリザールを、うん、もし外国人枠で取るとしたら、例えば、パナとかがもう、スパイカーを育てていきたいから、その分ちょっとセッターの部分を補いたくて、ブリザール取りました。ブロックでもサーブでも点取るし、まあ結果、得点増えました。だったら、すごいわかるじゃないですか。だから、うん、あの、ノンスコアリングポジションを外国人枠で使うって、それぐらいのレベルじゃないと取れないんですよね。相当ベネフィットがないと。ロイボール。相当それぐらいのレベルじゃないと。ロイボールわかるから。ここにいる人たちは。あ、小木さんが書いてる。ロイボール。あ、本当だ。V リーグだとロイボールぐらいしか思い出せない。そうそう。だから、ブリザールが来るのはめちゃめちゃ日本にとっては面白いと思います。V リューで、しかも価値が見込める。うんうん。でも、リベロ取ったらアホやなって思いません。もちろん。外国人枠で、日本でも。っていう感じだと思います。でも、出てた方がいいと思います。だからまあ、井出さんがね、今頑張ってるし。うんうん。いっぱいコメントくださってるな。フォーボスさん、でもペサレジの代わりはぜひ日本人を。いや、ミラノは枠ないでしょ。枠ないよ。無理よ、無理無理無理。ちゃんとスパイカー取ってくれ。ザイツェフ取るのかな。ただでさえ今シーズンだったら、OH3人しかいなかったし。その一人怪我しちゃったし。怪我しちゃったし。ミドルもシーズン途中まで3人だったからな。
ブリザール来たら日本人スパイカーより点取ってそうですよね。俺も思います。オポジットでやらされるんじゃない。確かに2ミリみたいになっちゃう。セッターで行った時だけセッターしてくれみたいな。でもバック行った時その分サーブで点取るから OK みたいな。うんうん、外国人、うん。勇気のバックアタックが、あ、石川のバックアタックがブロックに当たって帰ってきて、アウトのはずのボールを取りに行って、勇気に激起こされたペサレジのプレイ。ね、感覚がすごいやっぱ研ぎ澄まされてるんで、石川くんも。その辺、おいってなりますよね。その一点取るためにやってるのに。でもさすがになんかピアノがあのスパイク吹かしたときは、なんか怒ってはいなかったですね、石川君。ピアノの音があるかわからんけど、うん、そういうので、なんかね。ここで切れてもしょうがねえみたいな感じだと思う。ポロだけだったよ。切ない応対をしてたのは。やっぱポロほんとなんか、目も合わせなかった、多分、あの直後。うん、めっちゃなんか、なんてやねんだろ、めっちゃピアノがなんかごめんみたいなこと、なんかそんな感じなんだけど、うん、多分言ってたんだろうな。うん。みたいな。まあまあ。ミラノ3決で勝てばチャンピオンズリーグ行けますが、来季ミラノに残る可能性が少ない選手からするとモチベーションになりにくいですか。いや、そんなことはないと思いますよ。だって、あの、そこに、要は3位になれば、ね、ブロンズなわけで、あの、要はこっからはあとは本人たちの価値を高めることも大事になってくるんで、あの、もし移籍するとしてもそこで年俸がね、前シーズンの成績で変わったりはもちろんするし、どこのチームから来たってやっぱ大事なんで、うん、別にモチベーション下がってないと思いますよ。それこそね、スクデット入れない、あの、取れないっていうのはもちろん大きな差はあると思いますけど、決してそんな、あの、8位決定戦の消化試合みたいなことにならないと思います。うんうん、5位以下はね、その多分順位の違いはそんな差、大差はないけど、やっぱ4位以上のって一つ違うのは全然多分違う。うん、うん、全然違う。全然違う。ので、多分しっかりやってくれるはずです。うんうん。ナイキやパトリーのところにカジースキーか。いや、俺カジースキーはな、アウトサイドでやってほしいからな。来てくれたら嬉しいけど。いや、オポじゃないよ。ミラノに来るとしても。やるんだったらやっぱ石川と体格を組んで、まあ、ザイテフが来るとかなんだかやってるから、ザイテフにオポやってもらって。うんうんうん。いいんじゃない？うん、うん。面白そう、それ。ですね。ディルリッチ。ああ、ディルリッチは、ディルリッチ結局なんかトレントに行くだの、うんだのってなんか、僕はだってまだなんかよくわかんない。そう、まだなんか、でもトレントは、そうか、最初なんかディルリッチトレントに行くみたいな感じ。監督と一緒にトレントっていうなんか噂が出たけど、結局、この前なんか見たらトレントにあの、リヒリツキがトレントに行くみたいなのが、うんうん、なってましたね。うん。いや、ランザはターラントじゃなかったですっけ？トレントだった。うん。ランザ。そういった遺跡の情報はどこから仕入れてますか、どうしてきた。ランツ、ターランツ。あ、僕はあの、この、あ、じゃあ今出しますよ。このね、バレーボールボックスっていうところにね、あの、情報を更新されるんですよ。うん、デモもあるけどな。ん？デモもあるけど。デモもあるときあるけどな。そう、でもこう確定した情報と、その噂っていうのをちゃんと分けて書いてあるから。はいはい。噂はやっぱり変動しますね。でももう確定の情報もそれで、うん、多分公式側も出した話になってくるから、うん、そうランツァは来シーズンターラントですね。
そうそう。ケイタ、あ、ケイタは来シーズン、もうベローナだけど、確かベローナは今オポジットやってるサポシコフがモデナに行くんで、そこの空いたオポジットにケイタが入って、で、アウトサイドに、モジッチと、まあ、トレントから移籍するシャボロノクで入るっぽいですね。ベローナ。エバディプールはわかりません。エバディプールは、ちょっと情報がない。でもあれじゃないの、まあ、こういうね、バレーボールボックスとかで見るけどさ。うん。俺らは、その、口コミで伝わってくる情報もあるもんね、プラスで。うんうんうん、そうね。だから、すべてこう、ね、公開できないものも、なんか知ってるものもたくさんあったりはするじゃん。表には出せなくて。うん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 。そうね。パブリックな情報はやっぱこうやってウェブサイトかとかツイッターやらなんやらから見ますけど、プラス、うん、そうやって人づてで聞く情報もありますね、やっぱり。うん、そうですね。まあ選手本人直接聞くとかね。うん、そう、本人に聞くとか。が一番早いからな。うん。でもやっぱ選手同士はね、やっぱり、あんまり、まあ、あんまりの情報交換は、そんなにはしないらしいというか、ね、特に情報出始めはなんかそんなしないとなんか言ってた。うん、ある選手は。そうですね、VNL も、本当にだんだん近づいてきてますけどもね、多分本当に名古屋第1週なんで、名古屋大会はあんまり、うん、主力というかを連れてくるチームはない、うん、そう多くはないのかな。特に本当にこう、うん、ね、イタリアとかポーランドとかで決勝まで進んでるチームの選手は来ないでしょうね、もうスケジュールカツカツだからカツ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 でしょ。うん、ですね。ここはもう仕方ないです。仕方ない。うん。名古屋のチケット取れなかった。ルーベの選手、ルーベの若手のニコロフやヤンとモザイフセフに褒められると、より気分ハイになるのかな。どうなんでしょう。あんま気にしてないじゃないですか。うん、俺もあんまり気にしてないと思う。ラン君はモンザでマート対角。ラン君はね、そうですね。モンザに行くという噂がまだ確定情報じゃないですけどね。結構やっぱ信憑性高そう。かな？他に噂が立たないですからね。海外のバレー選手のカタカナ読みはご自身のヒアリングによりますか？バレー好きの間に定着するものですか？実況から拾うことが多いかな、俺は。日本人の実況から？違う。海外のバレー、普通に VBTV で見てる時の、うん、実況での発音を一番参考にはする。ああ。でも、まあ、それはして、あと、その、文字を母国語の読みで、あ、なんだろう、Google 翻訳とかで音声出させて、で、聞き取って、それに一番近いカタカナで書く。だから、一番ないのはヌガペトだよな。ヌガペトないね。ないないない。ととか誰も言ってないしな。うん、あれはなんか、んがぺ。んがぺだね。んがぺ。まあ、百歩譲ったらのえんがぺかな。うん、百歩譲って、百歩譲ってえんがぺ。でも、だから、がぺでいいと思いますよ。んがぺ。んがぺ、んがぺ。んがぺ、んがぺ。フランス人のさ、フランス人選手の本当日本語のカタカナ表記、まあ、がぺもそうだし、なんだろう、なんか、
多分ティリとかもケバンって書かれてるけど、うん、普通にケビンってケビンなんだよ。うん、でもどうなんだろうね。アメリカに行ってたからケビンでもう通してるとかはない。ケビンかも。でも お父さんはお父さんなんて呼んでる？ケビンって呼んでる？ケビン。だから本当のいいじゃないけど多分なんだろう。ケビンみたいな感じじゃない？うん。ああ。だからカタカナで表記できないってことだよね。できない。だから V は V で読むし。うん。感じだよね。ポーランド語なんて本当ひどいもんです。ポーランド語のカタカナ表記とか。本当。ナズドロビエ。うん。いや、なんだろう。例えば、ポーランド語結構さ、その、英語と違う発音がある、わけ。例えば、J はジャジュジョじゃなくてヤユルなんだよ。ポーランド語では。W は V になることもある？いや、V。基本的に V。W は V。基本 V。うん。うん、とかね、だからそういうところがたまに間違ってて、なんか、ああ、分かってないなって、よく思う。ああ。なるほど。それであれだ、マウント取ってんだ。なるほどね。ポーランド語マウント取ってんのね。ポーランド語取ってもしょうがないけどね。で、男やで、本当に。ね、つつは今日ね、ちょうど女子のセッターを名前聞いてたよね。あ、そう。まあ読み分かんなくて。そう、英語的に読んじゃうと多分、ウォロシュってなるけど。ヨセフソマイウプポルセ。え？イエステミウプポルセ。なんだこれ。私たちはポーランドにいますって言って。イエステシミウプポルセ。あ、それだ。いや、あれなんですよ。Vlog の編集してるときに、とっちゃんがポーランド語でちょこちょこ喋ってくれるんですけど、もう僕全くわかんないですか、ポーランド語。だから、なんて言ってるのか聞いて、こう、出すのがすげえ大変で。ああ。でも、合ってたでしょ、動画のポーランド語。合ってた。言ってしまったでしょ。なんてた。すげえな。乾杯もさよならも合ってたでしょ。うん。合ってた。頑張ったよ、調べたもん、ちゃんと。いやいや、あ、聞いてくれよ、後に、俺に。あ、いや、なんか、もうパッとやりたくて、まあ、聞けよかったな。うん。本当何なんだろうね。ですね。ヤヌシュ、地図が読めないですね。地図がは絶対読めないですね。あれは。地図が。あれ、ポーランド語わかんない、絶対読めない。ヤヌシュ。お、コメント欄で皆さんで情報交換してくれてる。こういうの嬉しいな、なんか。うんうん。あ、中国人の西田が行って、西田がオポやって。いやー、ないかな、どうかな。西田はなんかな、ちょっとあるチームに行きそうだなって話があるんで、ちょっとどうすかね。ああ。ミヤラ君、日本に帰国しましたね。あ、そうですね、ミヤラ君。あ、本当。そう、月曜日に会ったときに、水曜日に帰りますって言ってたから、もう着いたんだろうね。うん。そう、ミヤラ君は、はい、なんか日本に帰ったら何食いたいって聞いたら、寿司食いたいっすって。確か、俺はうどんだったな。うどんだった。うん。うどん、うますぎ。というか、また、女子ネタ持ってきてあれだけどさ、今日、対談の情報がたくさん出てて、V リーグの。うんうん。姫路見た？え？姫路見た？姫路めっちゃ11人だったっけ、対談。俺、今まで見た中で最多だわ。あれやっぱ降格したかな？まあ、降格したからももちろんあるし、やっぱ降格するまで、このまでのプロセスの中での関係性が良くなかったんだろうな。ああ。
もしこれが降格してなかったとしても、なんかある程度辞めてる人がいた気がする。あ、そんななんかチーム状況っていうか、なんか関係、いやー、俺も、詳しくは、わかんないというか言えないというか、なんかあれやけど、なんかあんま良くなかったんじゃない？っていうのは、まあ、見てる感じで見て取れるっていうところなのかな、わからん。あ、寿司食べてた三原くん。そうなんです。三原くんの、その日本帰国した情報、どこで皆さん見たの？え？SNS？ インスタ？ああ、すみません。いや、ごめんなさい。はい。11人、そうですね。姫路。宮部とかは残ってる、残ってるね、まだね。あと、もう、新 SV の規定とかも見越してでしょうか。ですかね。あ、インスタとかツイッターだって。そうなんだ。全然見てなかった。まだよかった。でも無事、寿司を食べられてよかったです。よかったです。とっちゃんは帰ったら何食べたい？ね、カツオのたたき食べたい。ああ、いいね。海鮮丼かね、とか、そういう、まあ、カツオとかも乗せて、生魚の海鮮丼が食べたいですね。ああ、やっぱ生魚は偉大だよね。偉大、偉大。生魚だと生卵偉大じゃない？生卵はまだなんかよくわからないんだけど。そこまで。そこまでわかんないんだけど。俺卵かけご飯食いたくて食いたくて死んでて、俺結構ガチで毎日ぐらい食ってるよ、日本帰ってきて。俺はないよ。多分、卵かけご飯食おうと思うが食えるしな。卵かけご飯へのこだわりなしよ。なしよ。下げ。それ下げだわ。すまそう。あの、セリアさん代わりに美味しいもの、海鮮食べてきますって。送ってください。冷凍で。筋肉痛大丈夫ですかって。あ、いつか、まだちょっと肩痛いですよ。まだ肩痛いです。本当半年以上、9ヶ月ぶりくらいかな。そのぐらいぶりにバレーボールをこの前したんです。水曜日して。まあ本当に、あの、レベルの低い、まあ、なんだろうな、初心者じゃないけども、まあ、まだなんか、なんでしょうね、ペッパー、対人パス多分全然できない。全然続かないような人たちと、やったっすけど、まあ、でも、なんとか思ったよりは、動けたというか、動けて、スパイクもまあ、43で、なんとか打ってたんですけど、で肩が。それ筋肉痛の痛さ？いや、筋肉痛じゃない。なんか関節かもしれない。それさ、多分、軽いインピンジとかなってるよ、多分。インピンジで？どういうこと？中で骨がこう当たんの。こう上げたときに、中でここがぶつかるから、そこで神経系が圧迫。俺、今、あの、ちょっと前までそれで MRI 撮って今リハビリしてんのよ。マジか。でも筋肉じゃない。筋肉の痛みじゃない、これ。久々やったりとか、なんかそういうのをやると、インピンジメント起こる。へぇ。関節が緩んでる状態で出力を高めちゃうから、ガンって。でも、もともとトシがさ、やってたわけだからさ、その時の出力とその時の肩の状態は違うわけじゃん。そうそう、だからね、今回初めて、そう、肩がそもそもね、あんま痛くなったことなかったの、今まで。バレーボール、そこら辺やってきても。初めてなった、その感じに。しかも、その本当、バレーボールやってる時から、なんか、ボールに肩がちょっと押されてる感じがあった。なんだこれって。はいはいはい。はい、そういうこと。ひどくなると腱板損傷して治らんくなるから。マジか。腱板はもう損傷したら治癒しないから。どうした方がいいんですか、これはじゃあ。安静にする。いわゆる、背中を緩めて、多分とっちゃんの場合はなんか俺みたいに
こう、どこどこ使いすぎてとかとは絶対違うから、あれだけど、うん、組織って体硬い？硬い。背中を緩めたり、脇腹のここを緩めたりとかっていうのがすごい大事。なるほど。ここ緩めたらだいぶ痛み取れるよ、多分。ここここの、こう、掴めるとこあるでしょ、脇腹の、うん。うん。そこのところなんかもう何でもいい、あの、ボールでも、あのストレッチのポールでも何でもいいから、とにかくゴロゴロしたり。ああ、なるほど。と、背中とか肩甲骨のあたり緩めるだけでも、そこの肩の痛みだいぶ落ち着く。あ、ありがとうございます。そう、何してんだよ、みんなに配信したら。いや、せっかくコマロンさんが、ね、ご心配くださったんで。アップルパイさん、ケントさん、なぜアメリカに行こうと思ったんですか？いや、すっごいいろんな理由あるし、いろんな要因があるんですけど、要因っていうか、いろんな要素があるんですけど、まあ、一番は、海外行きたいと思ってる中で、まあ、一か国で終わろうとは思ってなかったので、その中で、まずはアメリカに行きたい。基本僕の行動はあんまり理由ないんですよ、ね。やりたいからやるっていうのが多いんで、で、後から考えてみたらこうだったんだなって思うことあるんですけど、だから、あの、目的とか聞かれても結構僕困っちゃうこと多いんですけど。ああ、結構その辺は無意識に、この行動に移すんだね。うん。やりながら広がっていくもんだと俺は思ってるからさ。うん、うん。でも多分、なんか行動してるってことはなんかをしようとは思ってると思うんだよ。なんかを描いてはいるんだろうけど、それを正直今、言語がうまくできてなくて、小さい頃思ってたっていうか、バレーボールを学生の時してた自分からは想像してない方向にどんどん行ってるっていうのは多分大きいので、そう。で、行けるところまでどんどんやりたいっていうのが、やっぱちょっと強くて。ただまあ、アメリカに行こうと思った理由は、まあ、いろんな縁もあったり、憧れもあったり、あのね、その前の年に金メダル取ったっていうのもあるんですけど、まあ、ミーハーなんで僕。海外と言ったらアメリカだろうっていうのがそもそもあったんで、じゃあまずアメリカ行きたい。英語もみんな喋るし。っていうのが結構普通に大きいです。なるほど。逆に僕はあの、ひねくれ者なんでポーランド来ちゃってるんですけどね。アメリカにいましたっていうのって結構なんかいいなっていう。ただ、本当いいな、行きたいなっていう。そうだね。アメリカ行きましたって言って、なんでアメリカっていうのでも、あんまり聞かれなくないから、もうポーランド行きましたって、なんでポーランドめっちゃ聞かれるんだけど。まあ、そうね。なんで海外に行ったんですかは言われるけど、それでなんでアメリカ選んだのってあんまり言われにくい。なんでポーランドしか言われないから。でもさ、アメリカとかで行ってみたいなと思う人いるけど、結構行く人自体は少なかったりするじゃん。来てみるといっぱいいるなって思うけど、来てみるとね、うん。いるなと思うけど、実際その周りで行ってる人どんだけいるかってそんな少なかったりするからさ。いないいない。だから来てよかったなって思う。うん、いや、本当にその口に出す夢とか、こうなりたいっていう人を実際やりたいっていうことを実際に本当に行動移していく人なんて本当に1割もいないんじゃない？世の中。かなぁ。だろうね。うん、まあ、それは、うん、そうだよね。だからこそ、なんか自分がそういうふうな行動をしがちなので、どっちかというと多分、まあ僕、なんですか、論理とか、あ、じゃあ理論とか、戦術とか、その好きだし、ちゃんと勉強するし、大事にはしてるんですけど、結構最後のところガって突っ込むのって選手の直感だと思ってるんで、なんかそういうのも、方を意外と、重視してるなって自分でも思います。自分がそもそもが結構情動的なプレイヤーだったんで、組織多分よく分かってると思いますけど、1点決めたらガッツポーズして叫びながらコート走るみたいなタイプだったんで、うん、うんうん、俺あれだよ、大学の時ガッツポーズのしすぎで腕肉離れ仕掛けたからね。意味わかんない。これが強すぎて、これ強すぎて、ここが、痙攣みたいになって。やべえ、やばいやつじゃん。すごいね。それはすごい。それはすごい。っていう。
もうほら、フォーボスさんがポーランド当たりだって。ポーランド当たり、そうそう、そんなそんな人生相談を組織にしてください。したい人いたらぜひぜひ。よろしくお願いします。ぼちぼちやってます。口にしないと実現しないかなとも思います。やるって決めて先に行っちゃうとそっちに自然に向いてっちゃうとか。そうですね。なんか、それとって大事ですよね。なんか、変に、俺は絶対そっちに行くんだって、なんかそのさっき言ったみたいに僕がどこに向かうかよく分かってないかったりするんで、そうするんだって言うのが難しいんですけど、当たり前にそんないう風な話を周りにしてると自然とそっちに行くのは本当そうですよね。うんうん。僕も実際、何年も前から海外行きたい、海外行きたいとは言ってたから。行きたいって言ってたっていうか、行くって言ってたの。この次行く。行くって言ってた？車体終わったら海外行くつもりなんですよ、つって。なんかもう行く前提でなんかいろんな話をしてたから。どこに行くとか何も決まってなくても。そうだ、ね、顔が情熱的です。そうなんだ。あ、でも、ホームスタで言いたいことは僕はわかります。なんで？バレーボール取材でポーランド取材なんて希少だし、メッカになってるし、すごい。いや、それマジそうなんですよね。ほんと。ひねくれ者がちゃんとね、なんていうんですか。メッカで、かつ、日本にとってはブルーオーシャンなところに攻めてったっていうのはすごいですよね。そう、それはそういう打算的なあれじゃなく、マジでただ好きで言ってるっていうのがめっちゃいいっすよね。そう。あ、で、ちょっと今日、そうなんですよ。その、まあ、僕が初めてポーランドを来たのは10年前。10年前の2012-13シーズンにのポーランドリーグ見たのが初めてだったんですけど、まあ、その時に一番見たかった僕選手が、まあ、マリウシ・ブラズビーっていう選手がいまして、ポーランドの。まあ、元ポーランド代表の選手なんですけど。でちょうどそうですね、今日、その選手の引退試合がこのワルシャワでやるんですよ。うんうん。だから、ま、この後行くんですけど、あと何時間後。あ、行くんだ。あと4時間後ぐらいに行くんですよ。はい、はいはい。もう。泣く？え、泣くんじゃない？泣くか、さすがに。いや、うん、さすがに泣くと思う。泣くと思う。だって、ここまで連れ、ある意味連れてきた人だもんね。いや、そう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 。ほんとほんと。そっか。そうなんです。いや、うん、本当に。まあ今、今年、今39歳かな。39歳で。まあ40までやるのかなと思ったら、なんか、ね、この年に引退かっていうことで引退しちゃうんですけど。いやー。ですね。なんか、ちょっと布教しよう。ブラズリー、身長はね、194センチで、全然本当に大きくないんですけど、まあ、しかもポーランド人だと本当194なんて多分、その6人の中で一番小さいっていう時も、ポーランド代表とかだとそうでした。ポーランド代表の時とか多分6人、スターメンだから一番身長低いオポジットだった時もあったんですけど、もう、すごい、めちゃくちゃ飛んで、もう、バチバチに、キレキレなスパイクとサーブをもう打ち込むんで。いや、本当ね、この選手、日本人の選手もね、この選手をね、見てほしいです。見てほしいです。なんか、YouTube のなんかかっこいい動画も貼っとこう。その感覚でもいいよな。何？いや、なんかその、俺さ、実際に関わった人うん。には、すごい逆に俺は情が入りすぎるから。うん。ねえ、例えばそうやって一緒にやってきた選手たちが引退するとかなって、大体俺漏れなく泣いてんだけど。うん。その、なんていうの？ファンとして、そういう感情にあんまりなったことないからさ。うん。なんか、その感情ってすご、素晴らしいものだよなってめっちゃ思う。うん。いやー、うん、でも本当に、本当にこの選手いなかったら、ポーランド来てないわ。そうだよね。そこまで突き動かす人なのね。うん。いや、でも本当まさかでも、まあ、本当にその10年前に、実際にまず試合行く、そう、大学生だったんですけど、大学生の時に行くっつって行って、本当に見れて、
で、その時は本当ただもう見ただけだったんですよ。見ただけで終わったんだけど、うん、でもその後、その2年後にそれで留学行って、で、実際に、まあその時はアウェイゲームだったから、次ホームゲーム行って、ホームゲームで行って、で、喋れて、で、その時も、うん、わーってなったし、で、うん、ね、それから次、あ、その時はあれだ。で、その後に、あれ何年だかな ?2016? うん。あ、6だ。6の、ロンドンじゃない。リオ五輪の最終予選が東京大会でやってて、まあ、その時ホラーのチーム来てたんですけど、来てて、で、ブラズビーいなかったけど、そのブラズビーと同じクラブチームのアナリストの人が、まあ、代表のスタッフさんに入ってて、で、僕その、うん、最終予選の時に、ボランティアスタッフで入ったね、東京大会に。うん、で、その時で、ポーランドもちょっと喋ったら仲良くなって、で、うん、あ、ブラズビー好きなんだね、じゃあ、今度じゃあ、その、来たら、ユニフォームやるよって言わ、あげるよって言われて、うん。で、そういう、ブラズビーのでっかいサイン入りのユニフォームを、その後、ポーランド行った時もらって、本人からもらって、うん、とかね。ありつつありつつで、今はこうやってなんか、まあ、メディアに入ってインタビューできるっていうすごいねところまで来てしまいました。はい、で本当にちょうど本当狙ってなかったけど、たまたまワルシャワに住んでて、でまさかこの引退試合が、まあ、ワルシャワとの試合になったからね、今回その最終引退試合がワルシャワになったけど、本当になんかすごくなんかでも運命感じますね、なんか、うん、うん、ほんまにほんまに。さすがにちょっと硬い、ちょっと喋り。いや、いいでしょう。すごいね。それだけ心を突き動かした選手がいるって、いい、やっぱスポーツっていいよな。いいな。ああ、なんかそういうのいいね。なんかさ、あ、やめとこ。いや、なんか、これはちょっと、アンに変なリス入りそうだったからやめとくわ。わかりました。うん。じゃあ、そろそろもう、2時間ぐらいになろうとしてるんで、クロージングに入ろうかなと思いますけど。そうだね。そうだね。うん、今さ、うん、先週の配信から、登録者数が20人ぐらい、もうちょいか、30人、じゃ20人ぐらい増えてて、うん、ちょっとずつ、ね、見てくれる人増えてきて、もうちょっとで、あと8人かな。で、300人、行くんですよ。うんうん、で、先週の配信で言ったんですけど、まあ、1000人頑張って目指して、いわゆる収益化、できる一つのラインなんですけど、うん、まあ、それはあるんですけど、よりいろんな人と絡んでいきたいなっていうか、いろんな人とお話しして、情報共有したいなと思ってて、ですので皆さんぜひぜひチャンネルを広げていってくれると嬉しいです。まだ先週も言いましたけど、いろんな企画を今2人で考えていてです、ね、もうちょっとまとまったり、そのタイミングができてきたらそういうのもちょっと出していく、そのライブだけじゃなく、うん、Vlog はやりましたけど、じゃなくてちゃんと企画としてバレーボールの話をしたりとかやっていきたいなって思ってるので、うん、ぜひぜひ。この前もなんか某 YouTuber さんとなんか写真撮ってましたね。あ、そうそう。この前里ゆりお友達なんで、バレーボール芸人の、みんな知ってるかな。里ゆりが、ちょっと、ケントさん来てるな、行っていいですかって言われて、遊び来てくれて、写真撮ってきたんですけど。こんな感じで、ちょっと。うんうん。まあ、本当そうですよね。さくらさんとか、オギさんとか、今日初めて来てくださって。ね、他の方はもういつも本当コメントしてくださってるし、見てくれて。本当ありがたいです。もう、ね、いつも二人で、なんかあんま長くなりすぎても遅くなるし、ちゃんと時間決めてやろうねって言ってんすけど、結局今日も2時間いっちゃってて。みんなのせいです。あ、そうそう、細かすぎて眠れていた。っていう感じで、もっともっとこのチャンネル広げていきたいと思ってるので。思ってますね。皆さんのおかげで、活動できてますので、さらに広げていけるように、よろしくお願いします。お願いします。
ダブラズビーの最後の試合での勝利を。そうだね。願って。もうちゃんと準備してる。うわ、来てるやん。さすが。さすがだな。準備してるから。いや、もうその勝利を祝って、あとはまあ、あとはね、ファイナルと3位決定戦もあるんで、イタリアリーグの。そうですね、イタリアリーグは、僕は第3戦からイタリアに行く予定です。うん。第3、うん、多分ね、第3では終わらないと思うんで、まあ、4まで行くのかな、だから3、4、で、4のミラノホームで、なんかピシャッと勝てたら、綺麗に終われるかなとか、うん。ファイナルは行かないんだ。ファイナルは、まあ、状況次第か。チビタノも遠いから、ちょっとそこは日程次第かな、そのトレンドでいい感じにやってたら行くけども、うん、あとそのね、パドバの今季最終戦もちょっと見たいんだよ、うん、このまま行ったら多分ペルージャ、5月の7日にペルージャで多分やるんじゃないかなと思うんだけど、うん、うん、だからちょっとファイナルと日程被るけどそっちを優先しようかな。まあ、今年ちょっとランクにお世話になったんで。うんうん。最後にご挨拶。届けにね。いいじゃない。僕の方は、アンダーカテゴリーの活動もしながら、今ちょっとずつバレーボール教室とか、バレーのレッスン、個人の、話、ちょっとずつもらってて、ちゃんとお仕事として。そういう活動しながら過ごしていく感じですかね。意外と合宿とか忙しくて、ゴールデンウィークも、ちょっと高校のご指導、お願いされてまして、こっちに行ったりするんで、皆さんの周りでも、バレーボールの、なんていうんですか、指導とか、コーチの方で、コーチの勉強をしたいって方がいれば、ぜひぜひ、今、ホームページ作ってて、もうすぐできるので、それも、ツイッターの方で発信しますので、もしバレーボールのことで、学びたいことがある人がいれば、ぜひぜひ、ご利用ください。僕のことを使ってください。全国、どこでも、全国というか、世界中どこでも行くんで。それから、ちょっと僕も今、全然仕事を募集してるんで、こっちで、ポーランドとかイタリアでなんかやることがあれば、ぜひぜひ、お願いします。はい。ぜひお願いします。はい、ということで、終わりましょうか。はい。じゃあ、今日も、ドビゼニア。ありがとうございました。ドビゼニア。チャオチャオ。ドビゼニア。アリベデルチ。ドビゼニア。